高キラ発は、中華民国の軍人、政治家。国民政府、新構成派の軍人で、後に、厚生省政府主席として十数年にわたり、厚生省の内政を担当した。字などの別号については不詳。秀才の家庭に生まれる。総合産業学堂を卒業後、1911年の、新外革命に、流州で革命派として参加した。 1912年2月、京林陸軍促成学堂に入学し、翌年夏に、北京陸軍大学第4期に昇級した。1916年卒業して、後生に戻り、旧後生派のである、後生特軍、丹広明のもとで軍歴を重ねた。1921年、旧後生派の指導者陸栄亭の敗北とともに、丹広明もゲイヤする。 高脇ラッ発は孫文が任命した高世、省庁幕府の元に転じ、省庁高所軍政どころ、総務課長に任ぜられた。その後、陳慶明の反逆等による混乱を経て、翌年10月に、木は、高世自治軍、第二祖寺総司令理総人を頼り、その第五度々長となった。1923年夏、李が孫文から、 公正帝桂ツ軍葬式に任せられると、木は参謀長となっている。翌年7月に、李が帝カツラ根軍葬式部を創設して、その葬式となると、木は副参謀長となった。李ラ神公正派による公正統一に、木も貢献している。1926年3月、李宗人の軍が国民革命軍第7軍に、改組されると、小明キ発は、 第七軍第四度々町に任せられた。六月、李が北伐のため出撃すると、高明螺発は、高将と共に、高生の留守を担当している。翌年四月の上海クーデターに際しては、高明螺発はこれに抗応して、省内の中国共産党派人士を粛清した。七月、第七軍第六支市,市長に昇進して、関東省に赴く。八月に、 南昇危機が起きると、この鎮圧に参戦している。11月、越軍の長発系、危機将が、反将解析の挙兵をなすと、高明発は、今日疲れて一時逃亡した。しかし翌月に反撃に転じて、反将越軍を撃破した。この軍港により、国民革命軍第4集団軍第15軍、副軍長兼第2支市長に昇進している。 1929年3月、小桂戦争が勃発すると、小明羅発も、桂軍として、小海石軍と各地で戦闘を展開した。しかし6月、越軍との戦闘で勝利しながらも負傷し、香港へ一時治療に赴いている。翌年の中原大戦では、南米を守備し、小派として進行してきた、老男率いる天軍を持久戦の末に撃退した。 しかし、中原大戦自体は、反省派の敗北に終わっている。高明発別陰12月、高章が、紹介石と和解して、高正を去ると、高明発は、森東旧国軍第15軍軍長に任じられた。1931年3月には、国民革命軍森東旧国軍第一方面軍総司令部政治委員会主席も兼ねた。 これにより、交渉を継ぐ形で、理想人、白、高敷に継ぐ新公正派内第3位の地位を得たことになる。5月、公衆非常会議が実施され、反省解析派が西南派として連合すると、高明発は、公衆国民政府政務委員会委員と、公正省政府主席を兼任した。年末に、満州事変勃発に伴い、省解析と西南派が和解。 大同団結する。木は引き続き同省政府主席に止まる。翌年には、中国国民党厚生省党部執行委員も兼ねた。厚生省政府主席としての木朝日発は、理想人、白、高志木と協力して、三次三宮政策などの新厚生派独自の政策を展開した。また、厚生省内で、イデオロギー教育のために結成された三民。 主義革命同士会においても政治委員会主任を務めている。日中戦争勃発後は、抗日宣伝のために結成された後世建設研究会で、高明蘭発は副会長兼政治部主任となった。日本軍が厚生省にも進行してくると、木は後世の民衆に徹底抗戦を呼びかけ、最終的にはその撃退に成功している。一方、 共産党に対しても警戒心、敵外心が強く、大々的な弾圧を展開した。日中戦争勝利後も、高明発は引き続き、厚生省政府主席の地位にあり、新公正派の地盤を確保することに専念した。国境内戦に際しては、 内戦の展開を支持し、1948年に、理想人が副総統選挙に出馬すると、資金面でこれを支援している。しかし、翌年10月、高田から戦役で新興政派の主力である第7軍が、人民解放軍に殲滅されると、新興政派の構成支配の崩壊が目前となった。翌月、理想人は、香港へ逃亡する。キモ 主席を罷免されたため、海南島に逃亡した。こうして、機による約18年の構正統治は終結したのである。間もなく高明発は香港に移住する。以後、長発系とともに反共反省の第三勢力を標榜する政治活動を行った。1968年、一度は台湾を訪問して、紹介先に面会したが、 結局、香港に引き返した。1975年11月18日、香港九流にて病没。去年84。ありがとうございます。